お手門学院大手前中学校、高等学校は、大阪府大阪市中央区大手前に所在するなかなか一貫性の、私立中学校、高等学校である。大阪城の北西側、京橋口の真向かいに位置し、校内から、唐ぐらや天守を一望できる。設置母体は、学校法人お手門学院、循環前中高一貫校。受験は、 中学入試を積極的に行っており、中学校では系列のオッテモン学院小学校から内部進学者に加え、外部の小学校からの進学者も多い。高等学校は大半がオッテモン学院大手前中学校からの内部進学である。また、高校入試では長年、専顔のみの毎年20人程度の欠員不足の追加的な募集しか行っていなかったが、 入学希望者が増加したことから2006年度から平安入試も開始し受験者数が増加した。伝統的に代々卒業生一族の指定が通うことも多い学校でもある。現在では様々な教育改革に取り組んでいる。1940年に大阪開校者付属中学校として創立した。高島智之助により創設された。 大阪開校者付属小学校の付属学校として、現在の寝屋川市に開設されたが、資金難による譲渡や運営主体の変遷を経て、1947年に現在地に改めて中学部が創立された。英語教育に熱心に取り組み、国際留学コースも設けられていたこともあった。ありがとうございます。